イバイ、お散歩行っておいで、バイバイ、プチョバイバイ。あ、意外と普通に行くんよ。おお、姉ちゃんのこと待っててくれるの、ブ。ぷんちゃん、姉ちゃんのこと待っててくれるの。一緒行く？一緒散歩行くブ。姉ちゃん、じゃあ途中まで一緒行こうかな。お、ぷや自分の荷物自分で持ってるの？ブー。はい、カンタ持って。はい、そうでしょ、ブーが。ね、なんでブーが自分の荷物を持たなきゃいけないんだ？いかに世界で生産性が高いのかっていうことを知らしめないとね。姉ちゃんもう途中までついててあげるブ。おー、寒い。ちゃんぽ行ってらっしゃい。おー、寒い。待っててくれてるの、姉ちゃんのこと。ブンブンのこと、姉ちゃんのこと待っててくれてるの。いや、意外と普通に行くか。意外と普通に行くやん。姉ちゃんのこと待ってるんじゃないんだ。普通に散歩欲の子分かってる。いや、待っててくれてる。行くか、ぷ。姉ちゃんも行く、姉ちゃんも行こうかな、じゃあ。めっちゃのこと待っててくれてるの。くちゃいね。じゃあ、こっちまで知ってあげる。外寒いか。ただいまお散歩から帰ってきたの。めっちゃ寒いよ外今日。じゃ冷え冷えだね、体がぶ。もう超寒い。うぶちゃんそんな冷え冷えで遠く行くの？もう遠くに行く元気がなかった。ぶんちゃんそんなに冷え冷えで。ねえ寒かったね、犬助。寒い寒い。まあいいよ、おやすみ。ママうんこする。バイバイ。カットした方がいいのかしら今の発言。まあいいか、別に生物だしね。ぶーちゃん、人だめソファで寝たがいいんじゃない？あっち行くの？まあ姉ちゃんも喉乾いたけど。うぶ寒いね今日。はい、どうぞ。はい、上手。ママの口、めっちゃ上手だね。ママ、あ、でも今日すっぴんだからオッケーだね。ママ慣れたらママに。ちょっとお尻を押すとちょっとロボットで降りるんだよ。あんまり気に入ってないんか。全然気に入ってない。全然気に入ってないの。やっぱいつもと同じ人だめソップすればよかったかな。なんか全身が乗れていいかなって思ったんだけど。